気持ちを高ぶらせたい時は敵を壊すのが一番だと思ってましたけど、指揮官は他の方法も教えてくれました。まさか私を変えるなんて本当に許せないよね。美しいのに壊すのがもったいないもの。ライブがこんなに素晴らしいものだったなんて初めて知りました。私もっとステージの上で輝いて指揮官の時間を